大分河川国道事務所で作成した大野川の堤防決壊シミュレーション動画を公開します。この動画は昭和18年の台風26号の大洪水で決壊した大鶴地区の堤防が再度決壊した場合の氾濫状況をシミュレーションした動画です。本動画の公開により、氾濫区域内の住民の方々に対して早めの避難の重要性を理解していただき、命を守る避難行動につながることを目的としています。この図は想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により、大野川、音津川、半田川、立尾野川が氾濫した場合の浸水区域を予測したものです。色の違いは、左下の判例にある浸水した場合に想定される水深を示しています。右の川が大野川で、左の川は音津川です。2つの河川に囲まれた和住地帯では、過去からたびたび洪水や内水による水害が発生しています。大雨により大野川の水位が上昇してきました。今、大鶴地区の堤防が決壊しました。下流の宅地や農地、ビニールハウスを氾濫した水が飲み込んでいきます。20分後、常雪地区に到達。30分後には高田橋付近も氾濫が発生しています。氾濫した水は止まることなく広がっていきます。60分で高田和住鶴崎中心部まで到達しました。氾濫はさらに広がっていきます。2時間程度で高田和住内の家屋はほとんど浸水しました。3時間程度で鶴崎の工業地帯まで到達しています。4時間程度で音津白地まで到達しました。大鶴地区が再度決壊した場合、この区域が浸水すると予測されます。想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により、大野川、音津川、半田川、立尾野川が氾濫した場合の浸水区域と水深を色で表しています。紫色の場所は10メートル以上、赤色の場所は3メートルから10メートルの水深となり、非常に危険です。黄色の0.5メートル未満の水深でも、流れが速ければ流される危険性があります。近年多発する豪雨災害において、市町村長が発令する避難情報が必ずしも住民の避難行動につながっていない事例も発生しています。避難情報は災害が発生する恐れが高まった場合などに発令されます。適切な避難行動を取るために、日頃から自宅や職場等が立ち退き避難が必要な場所なのか、上層階への移動等で命の危険を脅かされる可能性がないのかなどについて、ハザードマップなどで確認・認識し、災害時に適切な避難行動が取れるよう備えましょう。